とうございます。はい、スーパーフォーミュラのオフィシャルステージに、お集まりの皆さん、改めましてようこそツインリンク茂木にお越しくださいました。ありがとうございます。いらっしゃいませ、お暑い中ではございますが、夏を感じていただきたいと思います。はい、もう感じまくってます今。そう、今日もですね、朝 Amazon ミュージックを聴きながら、チューブの夏休みを聴きながらやってまいりましたけれども、夏休み、もう夏といえばああいう曲聴くとテンション上がるよね。上がりますね、ちょっと、もう夏休みはもうスーパーフォーミュラですよ、私たちは。いや、でも俺は海の方がいいと思うんだ正直か。いやいや、もう台風も落ち着いたからそろそろ海もいいんじゃないかと思いますが、さあ、まあ真夏恒例のですね、このスーパーフォーミュラなんですが、今日いよいよ決勝日ということで、さっきフリー走行が行われましてね、いろいろ今各チームは作戦会議なんかをしてるわけですよ。忙しい時間ですけどね。忙しい時間です、はい、はい、そんな作戦会議をしている時間なのにもかかわらず、私たちのですね、申し出に心よく今回答えてくれました監督のお三方をお招きしてトークショーしていこうかと。もう豪華ですよ今回は。はい、すごい監督たちが登場しますんで、ぜひ皆さん聞いていてください。はい、司会進行はオフィシャルアナウンサーのピエール北川と、水村理亜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では早速なんですけれどもね、お呼びしてまいりましょうか。監督の皆さん、ご登場いただきます。ではまず1チーム目、チーム無限です、中野慎二監督です。どうぞよ。汗をかかないようなこのクールな感じ、よろしくお願いします。汗かいてない、本当もう芸能人かっていうぐらいもう汗かいてないですからね。続いてカロッテリアチーム KCMG 松田継男監督さあ、今シーズン監督デビュー戦でございます。デビュー戦じゃない、デビューイヤーでございます。はい、よろしくお願いします。はい、そして最後にご登場するのは BMAX レーシングビズモトパーク本山聡監督さあ、本山聡監督、お、本山監督ちょっと台風違うじゃないですか。あれおかしい、なんか違う、はい、台風違うじゃないですか本山さんだけ。いや、これ JLP からのオーダーでしてない、してない、もうチームの女の子一人連れてきてほしい。いや、そんなことは JLP さんオーダーしてないと思います。いや、それは理由としては、はい、シンジがシャイなんで人前でいっぱい笑えるようにそういう風に仕込みを。関係ないですからね。そうなんです、全然関係ないですから。はい、現役時代バリバリのですね感じで、今回トークの方でもですね、監督のトークバトルをしていただきたいと思います。はい、じゃあお三方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、いやもうね、嫌だと思いますよドライバーは。だってね、何があって、はい、ドライバーが不甲斐ないで走りをしたらね、いつでも代打俺って言えるからね。そうですよ、この3人、もう今でも3人みんなレーシングドライバーとしてやってますからね、カテゴリーは違っても。いや、もう少しね、涼しくて、はい、環境で G が少ない車だったら、まあそれもあるけど、あ、そう、今の状況だと、ドライバーじゃなくてよかったなって思うことの方が多い。正直な感じ、多分首がポキって折れちゃう。あ、本当にもう今G になかなか、カーボンブレーキなんで、はい、1回前乗った時あるんですよテストで、もうムチ打ちみたいに首が痛くなっちゃって。あ、そうですか。本当やばい。結構やっぱりじゃあ今走っている SF19 のカテゴリーのね、この最上位のフォーミュラカーと皆さんが現役でトップフォーミュラを走ってた頃とはもうやっぱりかなりの差がありますか。中野さんなんかもね、中野さんなんかはもう F1 もインディーカーもあるから、はい、そうですね、G の大きさはもっと大きいのもあったと思いますけど、まあ、ただね、私自身がフォーミュラ乗ってたのってそれこそ2003年が最後なんで、ああそうか、乗ってないですからね、ずいぶん変わってるだろうし、ね、まあ最近シンジが乗ってるシビックと比較してどうかなって、まあ、シビックは ABS ついてるしもろもろいろいろね、まあ、楽なドライバーシステムついてますけど、あれはすごく本当にもう一般の方も楽しんで乗れるような車セットアップになってるんで、はい、まあ、正直体力はまあ、はい、あんまり必要ないですね。そうですね。エアコンもついてますよね。エアコンはついてないです。あ、ついてない、ついてない。もう、そうそうそう。でもね、ここにそのお揃いの監督たちってみんなすごくて、中野さんは世界三大レースに出た唯一の日本人なわけで、ね、まあもちろん日本のトップフォーミュラでも活躍はしましたが、はい、フォーミュラ1のモナコグランプリでしょ、ルマン24時間でしょ、そしてここでも行われましたけども、インディーカー、ね、インディー500にも参戦して、そうか、2003年というとここでインディージャパン、インディージャパンですね、それがフォーミュラの多分最後。あ、そうか、が最後なんですね、モテギのね、インディージャパン懐かしいですが、でもうね、松田継男選手は、連続でね、2年連続でタイトルを取ったりとか、トップフォーミュラで、
ありがとうございます。ねえ、はい、もうそういった活躍ももちろんなんですが、スーパー GT でもね3回チャンピオン取ってますから。はい、ありがとうございます。いや、ずいぶん今日控えめですね。やっぱりあの監督ね、先輩方で挟まれるとちょっとあんま出しゃばっちゃまって痩せた痩せた。でもね、俺遠巻きに見るとね、多分ね、知らない人が見たらね、松田杉雄さんが一番先輩なのかなって思うような貫禄がありますよ。いやいや、そう、分かる分かる、貫禄ありますよね。一番おっさんくさいよ。そこだって今とりあえず監督とオークションで一人帽子をかぶってくるあたりがなんかもうね、ちょっと、スポンサーですからね。偉いですね、そういったところがね、はい、もう素晴らしいところで。で、本山さんはもうね、日本のトップフォーミュラで4回チャンピオン取ってるという、ね、申し分のない、もう本当に素晴らしい。キングですよ、キングですよ、いい言葉言いますね、キング。キング、私の永遠のキングです。キングだからやっぱ。キング、チーゲストキングですよ。なんでちょっとテンションですか。すいません、あのね、あの夜のネタとローカルな人しかわからないネタとか。今夜とは言ってないですよ。ここには、はい、今回スーパーホームランについての話をしに来たの。ああ、はい、ごめんごめん。昔のいろいろな栄光がうんちゃらかんちゃらっていう話は別にいいですか、もう。そう、まあ、しんちゃんはいろんな話が好きなんだけど、俺と杉山は比較的レースのことやっぱ好きなんだ。うるさいよ。いやだな、なんかすごい派閥めいたものがこう出てくるじゃないですか。日産チームとホンダチームみたいな感じの図式になってくるのはちょっとなんですが。さあ、まあ、お三方のね、ちょっと今、今シーズンちょっと振り返ってみると、チームとしてね、KCMG が今11ポイントを獲得して、ランキング7位だそうでして、はい、はい、7位ですね。で、チーム無限が11ポイントを獲得してランキング8位と。で、BMAX レーシングウィズモートパークはですね、現在8ポイントを獲得して9位ということになっておりますけれども、並んでますよ、接戦ですよ、チーム皆さん。本当ですね、この間でもバトルが。今どこが上なの、この中では。この中では今 KCMG が、ありがとうございます。今一大体制なんですけどね。そうですね、一大体制ですごい頑張ってますよね、今ね。二大体制のところをね、それ次岡が来ない時にポイント取ったんじゃないけど、やばい、すいません。先日インタビューをした時にですね、杉尾監督がお休みの時ほどカムイさんが表彰台を獲得しているという、そういう実績が。そう、カムイも全然やりやすいって言ってたもん。杉尾さんいないんで今日最後だ。いやいや、ちょっと杉尾さん、それは言った方がいいと。俺やっぱピットレポーター戻ろう。いやいやいや、でもね、モテギでピットリポーターやると、カムイさんもろくなことがないんで、はいはい、衝撃のシーン映っちゃうだけなんで、思いっきりあのタイヤのナット飛んでね、そうピューンってナット飛んできましたね。僕がすごい顔したら、そうその後すごい顔してましたねって言われた。カムイ選手のオンボード映像のここのカメラで、もう、ね、あの松田杉雄さんがびっくりした、びっくり顔がしっかり捉えられてたっていうね。まあ、でも監督初年度ですから KCMG、はい、まあ、いろいろ勉強することがね。勉強もそうなんですけど、やっぱり一大体制 で、うん、でやっぱり昔一緒に、ね、チャンピオンとった笠井さんがいて、あで、その中でやっぱりいろんな人とのね、やっぱりこのつながりをまとめるのが、はい、まあ多分それやってないと思うんですけど、それもやらなきゃ、それもやらなきゃ。割とやってますよ。割とあれですね、杉尾さん静かにプスッと刺すタイプですよね。いや、多分車も一大体制じゃないですか。いろんな車を走る前に見て、無線でチェックしたりとか、結構大変ですよ。もうね、本当にいろんな部分でオタクなんですよ、杉尾さんは。いろいろなところこだわってすごい突き詰めるんで、ね、それ車見てる割にうちのピットの前に来たことないんだけど。いや、見てますよ、ちゃんと。あ、そうなの。ちゃんと見てます。近いです。俺がいないだけから。そう、こちらさんいないだけ。でもね、レースクイーンばっか見てるんだもん。でもね、初日ね、金曜日の走行の時には、はい、僕も S 字でね、自分もいつも見に行くポイントがあるんですけど、そこへ行ったら土屋武さんと本山聡さんが車でじーっとこうやって各マシンの走り見てて、結構ね、現場よりもね、コースサイドに行くタイプかな。あ、そうですよね、本山さん。本山さんそうですよね、ね、確かにね。そう、やっぱり S 字に行くと、監督としてこう、いろいろ車の動きなんかもすぐチェックして。じゃあピエールと会ったのは S 字だけだけど、はい、S 字以外も回ってるから。いやいや、もちろんもちろんそれはそうなんだけど、はい、まあ、まあやっぱりそんな車をパッと見て相対的に他とどうかなとか、でその時速い車がまあどういうふうに走ってるのかとかね、まあ、その辺はやっぱ見れるので、はい、まあ、その見て違いをまあね、みんなで教えたいっていうか、まあ、そういうの昔ね、鈴鹿サーキットなんか行くとね、結構コースサイドに行くと星野和義さんがいたりとか、はい、松本圭司さんがいたりとか、もう中島悟さんがいたりとか、結構昔のね、今名物観光監督になってるような方も、もう足しげくはい、コースサイドに行ってね、見てたりとかっていうのはしてましたね。最近ドライバーってあんまりコースって見てないですか。あんま見ないですよね、最近。あんまり
見ない若手のドライバーあんまり見ないね。ドライバーさんが行ってる姿はあんま見ないです。でも私中野監督見ましたよ、コースサイドは。中野監督も僕ないですか、あのコースサイドに結構行きます。で、はい、見ます、ね、鈴鹿なんかだとほらあの、はい、スクールの校長先生と副校長先生っていう立場で、はい、佐藤拓磨さんと ね中野慎二さんとやってますから。そうですね、だからそこでも必ずやっぱり見には行ってますし、うんうん、まあ、さ行ってさっきとも走ってみてね、まあ、いろんな自分で走ってみるんですか。もちろん走るっていうのは走るは走る、ね、あ、ランドもこっちランニング、車の方もたまに乗るんですけども、でも毎回行ってもさっきとのやっぱりギャップがどう変わってるかとか遠心がちょっと変わってるかとか、まあ、自分で確認しながらっていうことを必ずやるようにはしてますね。自ら、はい、一番何もやってなさそうに見えるんですけども、いや、あのね、わざとねこう努力を見せないタイプ、信じてあんまりしてなさそう。いやさ、なさそうだけど俺とかいつもしてたけど、信じなんかあんまり してるイメージなかった。いやでも本山さんもあんまりトレーニングとかを見せながらないっていう、はい、見せながらやってないから、まあ、ちょっとやってないから。中野さんも大概バッサリ来ましたね。バッサリやってないから彼はやってないからね。でもやってなくても早い。やってる、まあ、やってなくても早いから、ね、それに越したことない。まあ、まあ天才なんだから。天才なの俺。天才、天才肌だから努力しなかったんだよね。もう3人でやってなさいよ、はい、お互いに褒めたたえ合いなさい。もったいない、俺に言わせればもったいない。こんなに才能あったのに世界に行かなかったのに。それは俺もそう思うよ。思うな。あれでも今スクールの話しましたけど、杉尾さんは、はい、鈴鹿のスクール出身じゃないですか。その時先生だった。いや、まだ僕はね、彼のフォーミュラーのスクールに来てて、はい、僕はその頃はまだカートしかやってなかったんで、カートの先生杉尾はだから見てないんですよ。だから彼が S3 にデビューした頃の杉尾の走りは、 S3 は僕ずっと見てたんで、あ、当時 X3 に僕乗ってて、まあ、杉尾デビューしてきて、おすげえ出てきたなって、もう本当アグレッシブで、うん、すごく覚えてます鮮明に。あ、でもそれぐらいの世代の差がもうあるんですね。まあ、だから逆に言うとね、拓磨選手が、ね、うん、あ、拓磨選手が今校長になってるじゃないですか、僕副校長に選んでくれなかったのがそこそこ行く。お前なんか来るね。ぜひお願いします。何気に逆にアピールはありましたけどね。本田来たいの。まあって言ってます。やっぱり今スーパーフォーミュラって結構世界からね、若手が俺がってこう来てるじゃないですか。はい、今回もね、なんかレッドブルでパトリシオワード選手、中野選手のところじゃね、早いですよね。早い。結構いいドライバーですね。そう、まあ、メキシコ人でそのチームに溶け込もうとする姿勢もすごくいいですし、まあ、我々まあ監督としてもそうですけども、チームのエンジニア、まあ、メカニックも含めて、うん、まあ、仕事はすごくしやすいです。あ、そうですか、はい、ね、まあ、早い遅いはね、まあ、そこそこやっぱり能力があるからこそレドブルのジュニアとしても選ばれてるわけで、まあ、早いのは当然なんですけども、まあ、プラスアルファはやっぱり日本に来て大事なのはやっぱすごい溶け込もうとする姿勢と、あとやっぱ聞く力ですよね。それがないと、はい、でもそうですね、そのとおり金曜日のフリー走行、そう結構早かったです。あの序盤ずっとトップタイムで、ね、早かったですね。だから茂手木全く初めてで、全く初めてですね。そう、スーパーフォーミュラで攻めるのも初なのに、はい、いきなりトップタイムでポンってきた時はおおと思いましたもんね、やっぱりね。まあ、ただやっぱ温度上がってからちょっと苦しんでますね。あれ見たらヤバいと思いましたヤバいと思ったヤバいの来たみたいな。そういう意味では同じカラーリングでね、レッドブルのルーカス・アウアー選手だったり、ニューエ選手だったりの、まあ、ね、SDで見せたけど、はい、ね、そのパトが速くて、うん、でうちのチーム、まあ、チームね、ちょっとセッティング失敗してて、はい、まあ、実際金曜日2秒遅かったんで、2秒 ね、やっぱ同じカラーリングなんでね、うん、やばいなって、ね、うん、まあ、そういうプレッシャーもすごくありました。でも予選はうまくまとめてね、アウア選手が4番で来るあたり、はい、結構なんかやっぱりやりますね、彼はね。でもやっぱりね、あの、まあ、うちの、ね、チーム2人とも外国人ドライバーですけど、うん、やっぱり2人ともはね、茂手木のスーパーフォーミュラーレース、はい、初めて、はい、なんですね。昨日はなんかあれじゃないですか、ニューエー選手がトムスのチームになんか乗り込んでったっていう噂を聞きました。めちゃめちゃ怒ってたっていう顔を見ましたけど、マリション・ニューエー選手がね、そう、なんで怒ったんですか。いや、あのアタックのしてる時に、アタック前のニックが、まあ、邪魔になっちゃったみたいで、で、そう、ハリソンが走っていくから、もう俺も慌てて一緒についていった。俺それ見てなかった。ちょっと待ってくれ、ちょっと一回俺に報告してから言ってくれないかなっていうぐらいなんかブワーって勢いで、今年の開幕戦の鈴鹿では、はい、ハリソンが中島和樹にぶつけてしまって、でもそもそも走っててもともと謝り、はい、で、はい、ね、もうトムスばっかり嫌だなと思って、ね、
絡むのかいろいろ関係性がちょっと出てきましたけど、まあ、でもそういう意味では今やっぱり監督なんていう妙利に尽きるっていうか、若いそういう勢いがあったり才能あるドライバーを育てられたりするっていうのは監督の醍醐味ですかね。どうですかね。まあ、やっぱりね、今こうやって、まあ、特にスーパーフォーミュラーね、その世界中から注目されていて、うん、いろんな外国人ドライバーが、ね、どんどん入ってきていて、まあ、それがね、日本のレースでやっぱり、ね、どういう形で成長していくかっていうのもね、うん、やっぱりそれは楽しみなところでもあるし、はい、まあ、そこをいかにね、まあ、アシストできるかっていうね、うん、まあ、そういう立場なんで、うん、まあ、そこにうまく貢献できるようにしてますよね。そうですね。まあ、でも増田さんはちょっと立場違いますかね。もうある意味出来上がったドライバーっていう。そうそう、だから逆に言うと、はい、うちのチームはドライバーっていうよりかはチームをやっぱりもうちょっと良くしなきゃいけないんで、まあ、今回もね、カムイ選手がその金曜日に、はい、ちょっとダクトのトラブルで走れなかったんですよね、うんうんうん、でも彼はやっぱりそこをね、しっかりと昨日の予選まとめてくれるし、うんうん、でそれに対して、ね、いい車を作る能力はあるんですけど、うんうん、やっぱりそういった細かいミスがやっぱ出てしまうっていうのは、うんうん、やっぱりまだね、トップチームまで行ってないんで、そこをトップチームと同じぐらいのレベルに早く持っていきたいです、ね。なるほどね。ちょっとこれみんなを代表して質問するけど、カムイ、いつもレースすごく速いし順位が必ず上がってくるし強いレースするんだけど、来たよ、なんか予選があんまり来ない気がする。そうなんです。でもレースは本当に強い。強いね。必ず10年間上げるっていうね。昨日もでも Q2 までは良かったんだよね。そう。まあそのね、なんで予選がね、あんまり上に来れないのかっていうのと、うん、レース早いセッティングちょっと教えて。タイヤのグリップが持つんだよね。そう。カメラね、前回の富士でもすごいもうぶち抜きぶち抜きのすごかったですかね。でも1年ぐらい前から傾向はずっとあって、はい、カメラのいつもレース早いなと思ってね。そこはどうなんですか、分析してみて。いや、だから逆に笠井さんの考え方が変わったってことですよね。ドライバーと組んでいくうちにエンジニアの考え方が変わってきた。だから僕と組んでた時は、はい、とにかく予選だけのとにかくセットだけだったんです、うん、だから決勝いつもタイヤ垂れるんで、はい、そこを多分教訓として多分で今度はレースで速い車になると、うん、どうしてもやっぱり一発が出せづらくなるっていうのがあるんで、あ、合わせ込んだよレースに。もうもちろんそうですね。あ、そう、予選でも予選は予選のセット作れるよね。それで作れるんですけど、うん、今回みたいに金曜日走れないってことがあると、ね、やっぱりそのちゃんとした合わせ込みができないっていうのがあるんで。金曜日走れなかったの？金曜日走れなかった、まともに。なんで？あんま大きい声じゃ言えないんですけど、割とレジ上に全然知らなかった。ああ、そう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 、ちょっとトラブルがあってね。トラブル、もうダクトをね、まあ違う年のやつをつけてたっていう、ね。まあいろいろちょっとちょっと品番を間違えちゃったみたいな感じがするね。そう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 。それ監督が悪いんじゃないんだって。いや、それ知らない。それだから言わない方がいい。分かった。もう住み込みも松田さん、もうガレージに住み込んでずっとこうやって見てて、お前その品番で合ってるかって言ってちゃんとそれ。もうその後怒りましたよ。だってグルテンまで出てるんだから、グルテン出てるものをなんで違うものをつけてんだっていう話をしたんですよ。そうやって考えるとさ、チームってさ、あれだけたくさんの人たちをマネジメントしなきゃいけないわけですよ、松田さんもね。で、ちょっとずつみんなの実力を上げていって、こういうレースにピーク持っていかなきゃいけないっていうのは。だから逆に言うと、カムイがやっぱりできたドライバーだから、今ここまで KCMG も持っていけてるっていうのは、だから、お互いね、やっぱりその監督とドライバーがもっとそのチーム力をうまくね、うん、持っていければすごい強いチームだ。でも俺なんか噂で聞いたけど、どっかで松田継夫さんが、いや監督っていうか社長、二大体制にして僕を乗せればもっとすごくいきますよってなんかアピールしてるっていう噂がちょっとあったんですけど。本当ですか？監督をやりながら、実はいやもう俺二代目乗せてくれたらもう KCMG これでもうバッチリですよって。いや、テストはちょっと乗ってみたいけど。本音出た、本音出た。でもね、そういう意味で言うと、一回ちょっと信じても一回乗ってほしいね。ああ、本当に今のスーパーフォーメラの車。じゃあ、あれですよ、JRP かなんかで、なんかそういう場を作って、監督とオークションじゃなくて、監督バトルにしますか、コースで。ねえ、まあ、どう？みんな。で、車壊したら大変です。なんだったらね、あ、いいよ、古い車はね、みんないいコンディションで、ホンダコレクションホールに胴体保存できる。もうツインリンクモテギだったらできるから、それ。ね、一応ね、俺も次も、まあ、今ね、1個前だけど、はい、今と同じような車を、ちょっと乗った経験があるから、ね、新人ないんで、ちょっとそれをね、やっぱり機会するほしいなと。そうですね、乗ってみたいし。まあ、最新のマシンだとなかなかちょっと難しいかもわかりませんけど、懐かしいマシンだったらいろいろあるんで、あ、でもね、最新の方がいいですよ。最新の方がいいですか。いや、もうその気になってきたよ。でもホンダでね、イベントの時とかね、全然乗るチャンスがある。そうですね、やろうやろう。
ね、ちょっと昔あのレジェンドバトルってありましたよね、監督の皆さんのね、ぜひまた何かの機会でちょっとレジェンドバトルやりますか。星野さんとか、そうそう、星野さんと中島さんと、はい、で星野さんはいつも面白くしてくれることに徹するんですけど、空気を読まない中島さんがいつも勝ってね、はい、でいつも景品をかっぽり持って帰ってくるっていう。絶対空気読まないです、絶対読まないです。はい、ということで話がちょっとつきませんが、いやちゃん、そろそろ時間だって、はい、そうですね、もう間もなくあの皆さんね、本業の監督の方に戻っていただきたいので、はい、最後に決勝前にお集まりいただいて、皆さんに一言ずつ皆さんからいただけますでしょうか。よろしくお願いします。じゃあ中野慎二監督から。はい、あの本当に暑い中お越しいただきありがとうございます。まあ今日、まあ、我々としてはまあ新しいドライバー来ても2戦目で、まあ、もう一人のドライバー野尻選手といえば本当にこのシリーズでも経験豊かなドライバー、まあ、非常に面白いコンビネーションで、まあ、チーム源としては、まあ、戦ってるんですけれども、まあ、そろそろ、ね、結果が欲しいタイミングでもあって、まあ、レッドブルの方からヘルムット・マルコさんもまあ来ていて、昨日一緒にご飯食べに行ってきたんですけども、まあ、いろいろと話を聞いて、でまあ、ヘルムトの方からも結構プレッシャーかけられてるんで、はい、でそろそろ、ね、結果我々、まあ、チーム源としても欲しいし、まあこうまあ、とは言ってもね、タイミングなんで、そこはドライバーにあまりプレッシャーかけすぎても良くないんで、まあ、とにかくチーム全員で、ね、力を合わせてあの結果を出せるように、いいレースをできるように頑張りますんで、あのチームへの応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。中野慎二監督です。では松田監督、はい、お願いします。そうですね、あの今回は多分いろんな作戦を取ってくるね、あのチームがあると思うので、まあ最終的にどの作戦があの合うかわからないんですけど、終わってみないと。まあでもあのうちのね、あのまあドライバーもあのチームもあのすごくいいセットは見つかってるんで、まああと亀井選手にね、あの勝てば流れが変わると思うので、うん、早くあの勝ってもらえるように僕も頑張ってサポートしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スーパーフォーミュラーは優勝すると優勝監督が表彰台に登れますからね。あ、でも、うん、あの初めは僕じゃなくて土井さんに上がってもらおうかなと。そういうこと。なるほどなるほど、ね、まずはであの土井さん上がってもらって、でポールさんがいるときはポールさん上がってもらって、僕3番目に上がろうかなと。なるほどなるほど。3勝してもらわないといけない。これハードル上げたな。はい、はい、3勝。じゃあ続いて最後は、はい、本山聡監督です。はい、そうですね、あの、まあ、本当に、ね、今次を言ったように今回のレースに関しては結構戦略がね、あの結構ばらける可能性があって非常に難しいレースになるとは思います。まあ、その中で、ね、僕のチームとしては、まあ、2人とも速さと、ね、いいポジションを持っているので、まあ、1台は表彰台、1台は6位以内でゴールという距離にしっかり、いいレースをしたいと思います。こういうのをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや結構楽しかったね、リエちゃんね。いやいやいや、はい、なんか監督の間でもバトルってあるんですね。そうですね。まあでもステージだけですよ、今こうやってねニコニコしてくださるのは。これからね、向こうチーム帰ったらね、ものすごいもうプラン1からプラン10ぐらいまでいる。ここ降りたら、この3人会話ないから。嘘。はい、そうだろうね。まあでも今からね、チームが勝てるように、これからミーティングを重ねてね、今日これだけのファンの皆さんがお集まりいただいてますので、いいレースを作ってくれると思います。はい、ぜひいいレースにしてもらうためにも大きな拍手で最後お送りいただきたいと思います。監督のお三方ありがとうございました。中野慎二監督、松田次男監督、本山聡監督、そして本山聡監督好きのレースクイーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ、監督にレースクイーン専属でいるっていうのは、もうあのチームだけだから。もうすごいいいですよね。お茶もね、さっき本山監督、お茶どうですかって言ってたけどね。すごいね、素晴らしい。やっぱりバブルの時代にね、トップドライバーだった人は違いますね。はい、ということで、この後まだまだステージ続くんですよね。はい、この後ですね、はい、今回の大会でポールポジションを獲得しました、ポールポジションドライバートークショー、はい、アレックス・パオー選手がやってきて、皆さんの前に来て決勝前の意気込みを語ってくれますので、ぜひ皆さんそのままお楽しみいただければと思います。はい、じゃあひとまず我々一旦下がりますけれども、また皆さん引き続きこちらのステージでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。